さあ、行きますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきの6段落ちという方ですね。1番さんから時計回りでテイクお願いします。皆さん聞こえてますか？聞こえてるよ。聞こえます。で、あとこのマイナス、僕のマイナスなんですけど、これ名前だけでされたり、あと嵐とかにされただけなんで、全然気にしないでください。嵐とか全然しないんで。ババアキラーは、マイナスの、マイナス10されてるんで。1番さん。おかしいだろ、これ。サブアカです。はい、1番さん反応ないんで飛ばしますね。3番さんどうぞ。3番です。お願いします。3番さんどうぞ。この人が、はい。5番さんどうぞ。女の人ね。6番さんどうぞ。6番さんどうぞ。1番どうぞ。はい、よろしくお願いします。こいつはネカマね。はい、1番でーす。よろしくお願いします。しかも弱いし。実力11しかないで。はい、よし、初日狩りなし、初日守りもなしです。初日占いはありです。1回目は占いは自分の番で出てください。2回目からの占いは別にチャットでも OK です。さっきのゲームでちょっと初日狩りが出ちゃったんで、ちょっとそれだけはやめてほしい。時間の無駄なんでちょっとやめてほしいです。 OK、 以上です。何か質問ありますか？なければ始めます。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。真の村人こそね、本当の考察ができるよ。ハンター夜が来ました。目を閉じてください。いや、村人が一番ね、考察できるよ。フラットな目で見れるから。やっぱどこかの佐藤は生かしたいよね。女の人の声だったから。オラじゃないべって言ってるし、強いし。で、ババアキラー、言い訳したこのババアキラーはちょっと、マイナス10っていうのは絶対におかしい。まあ見てて。村人こそが真の MVP になれる、なれる。まあ見ておけ。よし、やるぞ。今ね、朝が来ました。こそこそやってるとこで。よろしくやってるとこで。昨夜は誰も死にませんでした。5番。ババアキラーのプレイヤーは発言してください。はい、まあ一周目の一番目なんでね、こう喋ることないんで、もうさっさと次回します。6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。私、村人陣営です。まだ初めなので、占い師さんともし対抗出れば、そういうとこも見て考察していきたいと思います。よろしくお願いします。でも年がちょっと7番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人陣営です。特にないので、占い師待っています。よろしくお願いします。8番のプレイヤーは、村人でした。まあ一巡目なんで特にないですが、最初の自己紹介から軽く気になったのは、確かにババアキラーさんがそのマイナス10評価をしきりにねアピールしていたのは、そんないたずらでマイナス10いきなり行くのはちょっと変だなっていうのは非常に思いましたと。あとは、女性をね残したいというね、僕のやましい気持ちがあることをねここに報告しさせていただきます。失礼します。9番のプレイヤーは発言してください。はい、9番1817です。よろしくお願いします。村人陣営でした。僕も特に1回目は喋ってないんで、早く回します。占い師の、占い師を来て、聞いてから、考察していきます。ここまで占い師来てないから。1番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師カミングアウトさせていただきます。初日占いしたところ、6番さんが人道陣営でした。まあ、初日の、まあ、最初の1周目はまあ、言うことはないので、まだ、はい、6番さんが人狼だということと、カリウドさんはできるだけ、自分のことを守ってくれたら、まあ、嬉しいです。それはない。別に君のこと守らなくても、2番のプレイヤーは発言してください。まあ、少ししかやってないもんな。
はい、占い師黒田氏把握いたしました。そうですね、誰だっけな、8番さんかな、5番さんがマイナス10評価受け、いきなり行くのはどうのこうのって言ったんですけど、あれね、結構簡単に行きますよ。僕ね、人狼だった女の子をね、ボロクソに攻めたら、めちゃくちゃマイナス評価されました。あ、そうなの、ね、まあ、その後ね、最終的にプラスもらったんで、プラマイゼロなんですけど、一気にね、マイナス6ぐらいまでになりました。これはね、結構多分簡単に行く。うん。女の子攻めるとね、すぐね、マイナス評価するやついるんですよ。もうそういうのはね、ほんとね、ほっとく、俺は。そうだな。そうだね、高卒なんですけどね、まあ、特にね、みんな喋ってないんでね、ないんだけども。2周目頑張ります。すいません。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。1番さんが占いで6番さんに空白です。で、4番さんで対抗が出なければ、1番さん新確定で6番も黒確定なのかなと思います。うん、で、うん、まあ、対抗が出なければ、まあ、6番って全然いいと思うんですけど、まあ、対抗が出たとき、結構、わかんない。さっきさ、1番さんがなんで6番占ったのかなっていうのも、まあ、対抗が出れば聞いてみたいかなと。でもさっきそれ聞いたの新たに聞いて、まあ、グレーのところ、まあ、今日は、グレーから行くのかなと思うんですけど、まあ、一周目だからっていうこともあって、全然色がまだ見えていないので、2周目から考えていこうと思っています。4番のプレイヤーは発言してください。はい、僕占い師用ありません。1番さん新確定、6番さん黒確定でいいと思います。なんで今日は6釣りですね、うん、で、1番が黒出しをした後、2、3が COなかったんで、僕2、3白目で見てます。で、まあ、5、6、7、8、9で、6が黒、相方は7、8、9、あ、5、7、8、9ですね、この中にいると見てます。で、ぶっちゃけもう皆さんほぼ発言がなかったんで、うん、まあ色落ちてません。で、8番さん5番さんマイナス10だったんで、10っていうところ言ってたんですけど、まあさっき初日神が発生した村では結構真面目にやってくれてたんで、まあ全然悪い人じゃないっていうイメージを持ってます。で、それを知ってる人が何人かこの中いると思うんですけど、まあ5番さんのマイナスはあんまり見なくていいと思ってます。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、そうですね。その僕の魅力のことについてなんですけど、もうかなり、そうなんですよ。この名前がそうなんですけど、女性の人から特にもうめっちゃマイナスされてて、なんか名前がうざいとか。あ、魅力ゼロ。いや、ほんまに全然なんかやってないですよ。で、10とか速攻行くんですよ。ほんまに課金してる人とかやったら。バンバンもう押しまくったらなんかなってて。で、これ1回戦の試合だけじゃなくて、何回も積み重なってこうなってるんで、もう結構行くんですよ、すぐ。で、ありがとうございます。まあ、そうですね。いやこれ時間がないっていう感じで、あ、そうですね。ありがとうございます。時間がないというか、どうしようかな。まあ、1番とりあえずもう、新占いで見て、でなればもう6番、6の、ほんまに6の可能性が高いですよね。うん、だからこれ6番で安定。そうだね。6番する。6番のプレイヤーは発言してください。はい。まさか私が占われるとは思いませんでした。私は人狼です。もう、相方さんは潜伏とかでなくて、結構です。あと2番さん、女性がって言いますけど、結構、男性の方、人狼見つけられると、こう、考察するとめちゃくちゃ切れる方、男性も多いです。なので、女性のことはあまり、なんていうのかな。女性だけが悪いわけじゃないですよ。皆さん、頑張ってください。自爆します。7番のプレイヤーが発言してください。夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。はい。もう一旦のね、あれを消されたわけだね。僕の考察を。自爆って何なの、これ。ヒステリックだな。あ、見ときな。僕も言いたいことはあるね。あのね、これ順番が非常に重要で、2、3、4はほぼ白確定なんだよ、これ。なんでかっていうと、ここから始まったじゃん。で、人狼間の意思疎通ができなくて、カミングアウトの、その、占いですっていうのは言えなかったわけだから、ここでだってさ、出たの子で2、3、4が絶対、あれじゃん。朝が来ました。もし人狼だったらね。でも出なかったってことは、
昨夜死んだのは9番。9番、うん、まあ悪くないよ、あと1人なんだ。1番のプレイヤーは発言してください。だからこれでもう見つけてくれたでしょ、はい、今日は7番さんを占わせていただきました、うん、黒7番さんは白でした。あら、まあ、はい、7番さんが白ですね。はい、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 うん、ということは、だ、ね、このくらいですね。もうお眠の時間じゃないの。はい、では、はい、2番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、じゃあ、ハンターとかリュード、もし CEO あったらですね、まあ、うん、CEO あるとか、役職あるって言ってもらえればいいんじゃないですか、うん、仮に7番が、役職なければの話ですけどね。そしたら、白が、各白が4人になるんで、村勝ち確定ですね。もう考察する必要がなくなります。まあ、それはね、ちょっと7番とあと9番もいるからね。うん、ちょっとそのあたりはどうかなと思うんですけども。うん、今現状一番怪しいと思ってるのは3番さん。うん。なんで、ハンターね。はい、はい、ありがとうございます。自分はね、役職ないからね、使用できないに追加しますね。そうだな。今一番怪しいと思ってるのは3番さん。うん、あの状況でグレランをね、押すのはちょっと私はよくわからない、うん。ちょっとそこが理解できなかったかな。あとはね、まあ、自爆されちゃったんでね、ちょっと7、8番さんのね、意見もね、ちょっと聞けてないんでね、なんとも言えないですよね。うん、まあ、今のところは、3番さんかな。うん、以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、昨日グレランと言ったのは、まあ、1番さんの対抗占いで4番さんが出てきた時の話でした。で、その結構1番さんが6番占ってなんで黒出たんだとか、なんでそこ占ったんだとか言ってたんですけど、それは対抗が出た時の話だったので忘れてください。で、うん、でも2番さん、その1番さんが6番に黒出したことについて結果を把握しただけでほとんど触れていなかったですよね。で、まあ、4番さんは結構考察がかなり伸びていたので、まあ、2番さん現状、まあ、7、8はわかんないんですけど、2番さんも黒あるんじゃないかなってちょっと思いました。で、まあ、5番さんハンターということで、うん、と8番と2番かな。ハンターいないのかな？これ難しいな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、追加します。とりあえず使用します。ハンターでしょ。で、ちなみに昨日は僕2番さんを守りました。で、今日はもう1番守ります、うん、まずなんですけど、6番さんが狼確定で、5、6並びだった場合5番さんが占い仕様6番に白だし、6、7が並びだった場合6番さん占い仕様7番白だしっていう風にしてたと思うんですよね。なんで僕目線8、2、3が狼なんですが、昨日言った通り6番黒出しの後、2、3は対抗出てないんで、僕8黒濃厚だと思ってます。僕が黒で、まあ8番が違ければまあ2、3なんですけど、今日は1番守れるんで、仮に2白なら3を釣ればいいですし、3白なら2を釣ればいいと思ってます。まあそういうところでも勝ち額なんで、もういいでしょう、うん。以上です。5番さんに回します。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、確かにしょうがないんで。そうですね。3番さん、ちょっと滑舌は悪いんかなって思いましたね。まあ、そういうところがちょっと可愛いと思いました。はい。何アピールしてる？7番のプレイヤーは発言してください。1番さん、白出しありがとうございます。自分村人陣営です。4、5が役持ちで、1、4、5、7はもう白確定なので、まあ、8、2、3。自分的にはまあ8番の話は聞いてないのでちょっとまだ何とも言えないんですが、2、3、自分的にはちょっとまだよくわかんないんですが、8番の話もちょっと聞いてみたいです。8番のプレイヤーは確かに僕の最初の考えでは2、3、4に人狼が潜んでることは考えにくいなと思ってて、それはなぜかというと6番が人狼っていうのを分かってるところで、こう、占い師のカミングアウトがあったのに、自分が対抗として出なかったっていうことで、2、3、4考えにくいなと思ったんですが、で、結局ハンターとカリウドに他に対抗の人がいないのであれば、
2か3のどっちかが人狼であることが確定してしまうので、この1人を見逃してしまうとちょっと厳しいなというのが僕の意見です。確かにここ怪しまれるのはしょうがないんですが、まあ事実として2か3のどちらかが人狼です。もし9の人が最悪狩人とかハンターだった場合がどうしようもないんですが、それは消します。ちょっと難しかったね。ただ、その、事実として2か3が、投票を始めてください。どっちなんだろうな、これ。まあ僕釣られてもしょうがないんだけど、一応残したんです。ありえん！オラじゃないべ！これ潜んだのかな？8番。まあ僕のプレイヤーが選ばれました。8番、まあ、仕方ないです。僕がその事実として状況証拠ではどうしようもなかったんで、まあ、釣られても仕方ないなと思ったんですが、とにかく事実としては2か3のどちらかが、人狼です。それかハンター、カリウドの人がカミングアウト他にいないのであれば、5番の人もちょっと怪しいなと思うんですが、2か3で考えてどうかその、占いとカリウド含めて進行していっていただければと思います。2か3、これだけ忘れないでください。いいんだよ、これで。この意味が。夜が来ました。目を閉じてください。いや、このね、分かってることを説明しておかないと、頭に残しておかないと、ダメなんだよ。4は、カリウドをカミングアウトしたってことは、こっちがカリウドだったってことがあるんだけど、そこ薄いじゃん。ここがカリウドだったり、ハンターだったりっていうことは。うん、だからババアキラー一般殺して、ちゃんとハンターのマークが出るかっていうのをやって、それで 2と3をとどめさすっていうのもあるんだよ。ハンターは死ぬと分かるんだよ。だから、でも、その、薄い可能性にかける必要がないじゃん。なぜかっていうと、僕がハンターですって言った時に、他の人がハンターがいたら、自分もハンターですっていうことで、バレちゃうんだよね、すぐ。だから、こいつがハンターだって決めるし、ハンターをカミングアウトしないといけないから、それはちょっと難しすぎるでしょ。昨夜死んだのは、ほら、4番、ちゃんとカリウドが死んでるじゃん。4番。ね ?5 番。のプレイヤーは発言してください。これ買ったくね。一番占い結果教えて、うん、これ買ったやろ、うん、教えて。ニットさんどちらになったの。チャットで教えてくれる占い結果。まさか4番占ったかちゃうやんな。なし占い結果発言できますよね。なんで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 今やってやもう、そんなん、わかるやん、こんなん。だって2さ、うん、2か3占ったらもうどっちかしかないやん。うん。よくわからん。謎。謎すぎる、うん。このキーズ、謎。ごめん。2種類。なぜか、いきなり黒さ。うん。うん。何負け格なんだよなーって。うん。もうこれで3が確定だから。ここが白出ししたから。7番のプレイヤーは発言してください。5番残念通り1番欲しいです早く。2白でこれなんでこれも3釣りでいいんですということですか。4巻ならまずかというこ と,、まあ、でいいですかね、はい、1番のプレイヤーは発言してください。はい、一応確認しておきます。2番が白だったのでその後、ババアキラーさんは、もう白だと、もう確信しているので、もう3番さんが黒だと、確定。もう、はい、はい。これ。はい。男っすか？ 3 番さん、ごめんね。バイバーイ。2番、おい。のプレイヤーは、発言してください。今の。いや、これね、多分ワンチャンあるよ。これ5番多分ね、あれでハンター嘘。うん。今日5番釣ろう。うん。俺そう思うわ。多分5番だよ、これ。5番人狼。間違いない。うん。絶対そうだよ。だって魅力マイナスだったもん。いや、マジで。マジで。じゃあ、あと5番ね、最悪ね、3番がいいからね。まあ、それでもいいよね。ていうかね、まあ、さっき見たくね、ちょっとね、3番さん、まあ、さっきのだいぶ優しかったんだけど、3番さんは僕黒だと思ってたんだけど、もうちょっと厳しい言い方をしたら、すげえマイナス評価された。まあ、これがもうね、それがね、もうやばい。もう普通だわ。じゃあ俺5番に入れます。3番、
のプレイヤーは発言してください。これ負けたらどうしようもねえぞお前。いやもう占いが強かったというか、まさか6番に黒打たれるとは思っていなかったので、もうこれは1番さんのナイスプレーということで村の勝利ですね。おめでとうございます。いやもう、もうやめろ。大丈夫ですよ、私責められても魅力怒ったりとか全然ないんで。ありがとうございました。投票を始めてください。やめろよ、ほんと無能だな、これ対抗出ないのな。ただの無能女じゃねえかお前、せっかく守ってやろうとしたのに。5番のプレイヤーが選ばれました。3打って終わりでしょ、頼むよ。3打たないのこれ、そしたら負けじゃん。クソプレイだよそういうことすんの。ほらハンターだったし。いやーそういうのやめようぜお前ら、なんなのこいつら、真面目にやれよ。ほんとハンターは発砲。2番のプレイヤーがハンターに道連れにされました。発言してください。ごめんちょっともうこれ無理やわ、3番黒とかもう無理やわ、これはほんまに勘弁してくれマジで。いやマジで勘弁してくれ。いやもう俺の俺はちょっとボタン押されんかったから、もう7番と1番で頼むわほんまに。7番と1番じゃあ3番に入れたって。あもう俺は無理やほんまに、ちょっとごめん悪かった。お前夜が来ました、目を閉じてください。ほんとつまんなこれ。これが面白いと思ってるんだとしたら相当やばいぜこいつ。どうやってこれ評価、パッと評価出すのこいつら。どうやって評価マイナスするのかもわかんねえし。いや強人っていうレベルの話じゃなくて、この慣れ合いなんだよ。何回かやってるから、この女子を囲って気に入られようっていう。おい一生忘れねえからな、お前らが言ってるから。一生忘れねえように動画に残しておいてやからな。朝が来ました。言いたいのに。昨夜死んだのは、あら3番噛んだの。ゲーム終了、村人の勝ちです。おい何これ、自分を噛んだの。おい人狼自爆、何これ。おい君たち、こんな慣れ合いのクソプレイはやめなさい。おい何が勝たせなかったの。おいキッズ、これはダメだよ。これ説教おじさんになっちゃうよ、僕は言っとくけど。君たち。何やってんだ、お前ら。こうやってね、せっかく人狼で楽しいのにね、説教するね、人最悪ですけど。ごめんなんだけど、本当にあちらに。何様のつもりかな。誰え、これ、みたいだけど。おい、キッズ、楽しみたいじゃないんだよ。これは人狼楽しんでないんだよ、お前らが。お前ら、女に気に入られたくて、ヘコヘコやってる、それが楽しいんだよ。ああズームから退出させられたから。まあね、これも人狼だけどね、ゴミ人狼だわ。なんでこんなガキンチョにさ、何様のつもりって言わなきゃいけないんだよこんな時間によ。分かったからいいけどさ、人狼楽しんでるって言えねえんだよお前のやってること。クズだ。そうやって一生ね、女にヘコヘコしてね、ひざまずいて生きていけばいいんだよ。